タイシェト駅は、ロシア連邦イルクーツク州、タイシェトスキー地区、タイシェトにある、ロシア鉄道の駅。シベリア鉄道とバイカルアムール鉄道と、南シベリア鉄道の3路線が交差する。起点のヤロスラフスキー駅から 4514.9km 地点に、ある。当駅で、シベリア鉄道の電車が、バイカルアムール鉄道に直通し、ソビエツカやガバに方面に向かう。また、 アバカン方面への鉄道も当駅で分岐する。ちなみに、当駅自体は東シベリア鉄道支社が管轄しているが、南シベリア鉄道はアバカン方面に少し行ったところから、クラスのヤルスク鉄道支社の管轄区域に入る。当駅には長距離列車やエレクトリー地下が停車する。ただしエレクトリー地下は当駅から先、シベリア鉄道、ユールトゥイ方面は、エレクトリー地下の設定がない。 1899年に駅が開業。1960年に駅の線路の電化が行われた。プラットホーム島式ホームに面4線に単式ホーム1面を加えた合計3面5線の地上駅。駅舎は単式ホーム側にあり、各ホームの移動は線路上を直接横断するか個線境を介して移動ができる。テンプレート南シベリア鉄道。ありがとうございます。